指導の八木正俊だ。我が夢見ヶ丘学園の伝統を汚すことのないように諸君を指導するのがわしの役目だ。学則を守らん者に対しては徹底的に指導するつもりなので覚悟しておくように。保健医の井上ルミです。保健室にいるから怪我でも恋の悩みでも何でも相談に来てね。どうかしたのか。初日から忘れ物か。先が思いやられるな。しょうがないな。僕のを見せてやろう。隣の席の情けだ。氷室レイジだ。何が見えないのかしら？一人で覗きなんて随分度胸があるじゃない。そういうお年頃なのはわかるけど、ちょっと大胆すぎたわね。もっとこっそりやってくれれば見逃してあげたのに。何それ、何の関係もないじゃない。
から教室に戻っていいわよ。そういえば、今日はお前の誕生日じゃなかったか。何も用意していないが、そうだ、これをやろう。
取ります。全員いるわね。それじゃあバスに乗りましょう。はーい、保健医の井上ルミよ。私は一番前の席に座ってるから、気分が悪くなったらすぐに行ってね。宿舎に入る前に生活指導の八木先生からお話があります。みんなよく聞いてね。これから諸君らはここで2日間過ごすわけだが、これは遊びではないぞ。これも授業の一環であり、というわけで話したいことはまだまだあるが、つまり学校を離れたからといって浮かれたりせず、規律を守れということだ。以上。自由時間ですけど、あまりはしゃぎすぎないようにね。そういうことには興味がない。人のことは気にせず、自由に過ごせばいいだろう。
待たせ。そんなに固くならなくていいのよ。まだ高校に入ったばかりで先のことはわからないかもしれないけど、進路のこと何か考えてる？このままでは危ないわよ。今まで以上に頑張らなくちゃ。はい、これで面談は終わりよ。もう帰っていいわ。さあ、みんなの大好きな試験よ。覚悟はいいかしら？それじゃあチャイムが鳴ったら始めてください。アキラ！アキラ！食事の時間だぞ！失礼します。お食事をお持ちしました。どうぞ。
取ってください。あの、私これを頼まれたの、あなたの仲間から。わからないわ、でもあなたに渡すようにって。いいえ。こら、そこ何を話してる。いえ、何でもありません。どうぞ、お食事ですよ。いいのよ、差し入れやお手紙はよく頼まれるから。でも、ローバンの目を盗んで中に届け物ができるのは私だけだもの。罪を犯して投獄された人はほとんどいないわ。重い税金が払えないか、体制に反対して捕まった人ばかり。私の父も税金が払えず、この牢に入れられてるの。しっ、滅多なことを大声で言うと、もっとひどい目に遭うわよ。そんな！娘、何をしている。私もう行くわ。それじゃ、また明日。このリレーはポイントが高いから。
で何してるの？私は自分の出番が終わったからさっさと戻ろうとしてるとこよ。まあまあってとこね。そっちはこれからでしょ。頑張りなさいよ。ちょっと、大丈夫？血が出てるわ。ひどい怪我ね。起きて、このままだとここで凍死よ。話は後よ。どこかで温まらないと。病院に行かなくていいの？いいわ、捕まって。私は寒さを感じたことなんてないわ。それもないわ。それとも製造番号のこと？そうよ、気がつかなかったの？ YK75904 号が私の名前よ。気がつかないなんておめでたい人間ね。いいわ、名前なんて聞いてもしょうがないもの。分かった相手に礼を言うなんて、あなた変わった人間ね。そうなの。私行くわ。もう戻らなくちゃ。道の真ん中を歩いとるんじゃない。他の通行人の迷惑を考えんか。パッとは何事だ。目下の者から先に挨拶せんか、バカモン。
おい、起きろ。お前だ、お前。気の毒にな。ついに処刑の日が決まったそうだぞ。お前も年貢の納め時が来たようだな。今の話は本当なの？偶然聞こえてしまったの。処刑ってどうして？そんなどうにかならないの？そんな大声を出さないで。私に何かできることはないのかしら。もし私がここの鍵を取ってきたら逃げられる？今夜のうちに逃げて。外には仲間がいるんでしょ。待っていて、私必ず鍵を持ってくるから。皆さん、お待たせ。この前のテストの答案を
しいお休みの前に成績表を配るわね。出席番号の順に取りに来てね。来学期はもう少し頑張ってね。助けて、お願い。あなた、この前の追われているの、助けて。聞かないで、一瞬かくまってくれるだけでいいのよ。難しい顔してるのね。後悔してる？私と関わったこと。ご推察の通りよ。脱走したの。私はどちらにもならないわ。人間のあなたに私たちがどんな扱いを受けているかわかる？地獄よ。労働だけのために私たちを作ったのなら、なぜ感情や思考能力を与えたの？人間は勝手だわ。自分たちのことしか考えてないじゃない。そうね。もしあなたが密告したらね。お願い、この日のために用意した資金があるのよ。でも警備が厳しくて取りに戻れないわ。頼める人が他にいないのよ。目が覚めた？すごく長い間眠っていたのよ。もう目を覚まさないのかと思ったくらい。これで私もお尋ね者ね。いいえ、私後悔してないわ。だって
の子供が行くものでしょ。そうね、まあいいか。よう、トモコちゃん、今年は彼氏と一緒かい？まあね、私こう見えても結構顔が広いのよ。別にいいわよ、男の子の友達は大勢いるし、いちいち気にしてらんないわ。サボらず真面目に働いているようだな。少しは見直したぞ。一応サボらず真面目に働いているようだな。少しは見直したぞ。ダメよ。革命は成功よ。宮殿が燃えてるわ。